怠け者の人。はーい。俺、すげえ、やっぱ怠け者感あるわ。自分でめちゃめちゃ気づいてる。うん、気づかされてる。それすごい嫌だ。ね、なんか、やりたくないって思っちゃう感じの時とか、後回しにしちゃうこととか、めっちゃあるんですよ。やりたいのにもかかわらず、やれない。怠慢なんですよ。だからね、そんな怠慢な自分を奮い立たせるために、やるべきこと、これをお話しさせてください。これさっき朝パッと起きて、これだと思ったもの、ひらめいたんですよ。これは、あ、これお話します。大きく分けて2つ、それを分けて4つ、1つ目が2つ、2つ目が2つみたいな感じですね、をお話しします。一つは、まずね、アイデアを沸かせる時間をやっぱり強制的に作んなきゃダメなんだなというふうに思いました。そうしないと、前にもこれ話しましたけど、そうしないとね、その時間を強制的に、アイデアを沸かせるための時間を作るっていうふうな感じで作んないと、そこの時間作れないんですよ。他の時間に忙殺されるから、何かしたい、しなければいけないことをどん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 作業を詰め込んでいっちゃう。そうする感じで、もう、夜終わってんすよ。夜とか一日終わってんすよ。で、やれていない。で、終わる。だから、ちゃんとその時間を、アイデアを、沸かせる時間を作る。そして、そこで次にやるべきことが、そのアイデア、自分がやりたいことの、アイデアに、アイデアですか、やりたいことの情報に触れる。その情報に触れていくと、アイデアが湧いてくる感じになるわけですよ。イメージが具現化されていく。明確化されていく。そして、それが、によってやる気が上がっていく。ですよね。情報を、に触れに行くと、そこに引き寄せられるというか、そこに紐づいた情報が出てくる感じ。それがアイデアなわけですよ。それが具現化される。くっきりしてくると、お、これをやればいいんだっていうのが分かってくる。そしたらやる気になる。行動に移るということです。だから、そのアイデアを沸かせる時間を作って、アイデアを、に触れに行く。アイデア情報に触れに行くこと。これがめっちゃ重要だなと思いました。で、二つ目、大きなものとしては、公言してしまうというか、人に言ってしまう、予定を入れに言ってしまう。でかいことというか、もう2個言っちゃった。これは前々から言っているんですけど、公言することってめちゃめちゃ重要。自分がこうしたいからします。っていうことを人に言っちゃう。家族でも友達でもいいです。で、Twitter とか SNS 関係のことでもいいです。それをもう先に言っちゃう。言っちゃってできないと、ね、格好悪いし、嘘になっちゃうっていうところもあるからね。先に言っちゃえば、それをやらなければいけないという義務感、義務感だ。義務感って言えばよかったんだ。そう、義務感が作れるんですよね。だから、先に公言してしまうということをする。あるいは、今も先に言っちゃったんですけど、予定を先に入れちゃう。これ、ね、普通に、LINE でどうですかみたいな感じで聞いちゃって、それで、じゃあいいですよっていう風な感じしたら、もう予定入っちゃうじゃないですか。予約入っちゃったらもう絶対行かざるを得ないんですよね。あ、ちょっともうめんどくさいみたいな感じに途中でなったとしても、絶対にもう予約してるわけですからね。そこを保護にするわけにはいかないわけじゃないですか。ドタキャンとかね、になるのは、したくないわけじゃないですか。だから、自分を奮い立たせるために、義務感を作るために、公言する、あるいは人に、そのオファーかけちゃったりして予定を入れちゃうみたいなことが必要。俺マジで動き出せない。怠慢なんですよ。すぐ怠けちゃう。それがめちゃくちゃ感じる。あ、もうね、やりたいのにもかかわらずやれないことってめっちゃあるんですよ。それがすごく嫌。だから思いついた。うん。そしてこれも公言してるのの一つです。はい。これちょっとやってみてください。俺今まで公言して、なんか、結果が出てきたっていうことは、ツイッターとか、そういうことかな。あと、このサブチャンネルとか、その YouTube で、話すこともそうですし、自分が、思っていること、やりたいことを先に話しちゃう的なこともしているんですよね。そうすると、引き上がって、そっちにやらなきゃーっていう風な感じになってくんですよ。うん。それを朝、パッと今ね、今日ね、起きたら思いつきましたよ。これ、公言しちゃった。うん、やらなきゃ。よし。ということですね。はい。ちょっと長くなりましたけど、終わります。
さよなら。